こんにちは、ライナビショップです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで特定のデッキに強いライナビショップ。今回はエルディーラも入れ込みつつ、蒼天の恩寵も入れ込みつつ、本腰を入れて長期戦に挑む構築にしてあります。クロノスとかいう新カードも追加されましたしね。長くなればなるほど有利になるデッキになったので、極論回復だけしていれば勝てるデッキになっています。そして一応新カードでメインになっているのがオデット。ほんと一応ですけど主役にしようとしたのはオデットです。回復と結晶カードなので恩恵がわかりにくいんですけど、普通にスタッツがでかいだけで強いんですよね。エルディーラとセットで出せた場合にとんでもない盤面が作れたり、ラスワの2点回復が便利だったりするんです。進撃の狼との相性もいいですし、結構便利なカードではあるんですよね。それは今回のライナビショップだけではなく、エルディーラメインの回復ビショップでもそうで、手動進化でターン終了時に2回復という効果を発動させると、とんでもないくらいでかい盤面が作れたりします。ただそっちの方だと採用枠がカツカツだったり、設置できるターンが限られていたり、使うのにちょっとだけ息苦しさがあったんですよね。でもライナビショップだと息苦しさは少なくって、ただ置けば回復と火力の底上げにつながるので、序盤からライナのカウントを稼げてむしろ息がしやすいまであります。神秘の探求者でしたっけ？あっちの方がコスト的には安いんですけど、回復効果や巧妙に融合できる素材、神域の狼との相性がいいのでシナジー的には上かもしれません。こんな感じで2点 AOE としても運用できますしね。ちょっとしたフェザーテンペストみたいな感じです。これでアグロデッキに対する耐久を可能にしたり、滝に渡って役割を持てるのがオデットというカード。そういうことです。あとはとにかく天命の執行者が強い。ひたすらに鉄壁なので陰命力が高すぎて震えます。エルディーラバフが乗っかるとさらに大きくなりますし、ぶち切れ案件待ったなしのパワーを持っています。今回追加されたクロノスとの相性も良く、執行者クロノスなんてされた日にはもう異次元です。刺さる相手にはとことん刺さります。と、ここまでが大体いい部分のお話になっていて、悪い部分ももちろん存在しています。まずは長期戦の部類のデッキなので、一戦が長くなるということ。これは私が嫌なだけかもしれませんけど、コスパというかなんというか、いろいろと悪い感じになっています。次に長期戦つながりでのデメリットがあって、ドミニオンを使わないと勝てない対面というのが結構あります。体力最大値を底上げしないと OTK されてしまう。そんな状況は少なくないので、そこが結構行動を制限される弱点かもしれません。対応力が求められます。そしてこのゲームはシャドーバースというゲームになっていて、対応できないカードが山ほど存在しています。そう、シャドーバース。これほど説得力のあるワードもないですね。なので相性の良し悪しで変わってくるので、その日の流行り次第では余裕で勝てたり、もう無理だろって日もあったりします。とりあえずグランプリに持ち込むデッキではない。身をもって体感してきました。勝ちにくいデッキです。そこまで弱いデッキだとは思ってないんですけどね。やっぱり真相究明とかいうカードがダメなんだと思います。すべてを無効化って改めて意味がわかりません。改めなくても意味がわかりませんけど、ビヨンドでは追加しないでほしいですね。そんなこんなで対戦も終盤戦です。ライナもエルディーラも起動が完了したので、あとはとにかく耐え切るだけで勝ちが見えてきます。と、言いたいところですけど、スペル秘術は OTK も可能なデッキになっているので、油断はできません。とにかくアフェクションで最大値の底上げ、それが重要になってきている局面です。多分ね、大体手札の枚数的にもう勝ちだろうなって思ってますけど、こっちも火力が急に出せるわけではないので、耐えるしかありません。完全に耐久に寄せてますからね。オデットがギルガメッシュだったら勝っていたかもしれません。ただギルガメッシュじゃなくオデットだから耐えれている。そういう可能性もありますか？私にはわかりません。わかることはもう話すことがないということだけ。なので最近知った新しいカードゲームのお話をするんですけど、ポケモンのカードゲームって知ってますか？どうやらあれの簡易版のゲームがスマホで出るらしいんですよね。2024年にリリース予定らしく、
そっちもちょっと楽しみです。ちょっとというかかなり楽しみです。配下金の仕組みじゃないといいんですけどね。そこだけはシャドバが最強すぎます。私の負けね。負けなきゃかし。ということでライナビショップでした。このデッキもよく見るとお高いんですね。でもシャドウバースは遊んでいれば何でも作れます。逆にポケモンが遊ばなくても作れる場合、それはとんでもなく恐ろしいことです。トレード機能もあるらしいですし、ビヨンドは麻雀とか釣りとか入れ込んでいる場合じゃありません。リリース前から緊急事態です。多分ね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。天の刃が裁きを下す。退屈させてくれるなよ。禁断のアイナが闇を担いさ。この世に闇を届けましょう。小手調べだ。堕落の世界へ羽ばたかう。許しは来ない。世界に光を届けます。自分の意志で。愛しきあなたと口づける。私ならば。少し本気を出すな。お前たちの全てが憎い。けがわしい。野生の王。神の障壁、絶対の盾。貴様の力を認めねばならんな。